大丈夫？二人とも。どうしたの？すみません、足をくじいてしまったみたいで。保健室まで肩を貸してもらえますか？え、ごめんね、マジで最低だ。大切な運命の人に出会って早々怪我させるなんて、何やってんだ俺。くそ、見ず知らずの人の足をくじかせただけでそんなに涙を流せるなんて、なんて心優しい方。